アレクサンドル・ロマノフは、モルドバの男性総合格闘家、レスリング選手、小村と出身、ライオンクラブ所属、アレクサンダー・ロマノフとも表記される。7歳から、フリースタイルレスリングをはじめ、2016年の世界大学レスリング選手権で銅メダルを獲得し、2020年のヨーロッパレスリング選手権で12位となった。また、 ウワットのグラップリングヨーロッパ選手権で2度の銅メダルを獲得した。2016年、プロ総合格闘技デビュー。ローカル団体で11戦11勝の戦績を残す。2020年9月12日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ウォーターシン VS ヒールでロッキー・マルティネスと対戦し、片方目で 2R1 本勝ち。2020年11月7日、 UFC オン ESPN サントス VS ケラでマルコスホジェリオデリマと対戦し UFC 史上初となるフォーアームチョークで 1R1 本勝ちパフォーマンスオブザナイトを受賞した2021年4月17日 UFC オン ESPN ウィッタカー VS ガストラムでフワンエスピーノと対戦 3R バンにエスピーノの膝蹴りが ロマノフの下腹部に入り試合続行不可能となったため、その時点までの負傷判定決着となり、2から1の判定勝ち。ありがとうございます。